島本ジョージ写真家です。そして地球人でもあります。まあ写真撮ってこういう風に飾ってみんなに見てもらったり、あとはアートのイベントをよく企画してみんなにもっとアートを短く感じてほしいと思い、日々活動して模索しています。ビクションは夢でしたね。モンと2人で作り上げたんですけど、まあ最終的にまあプレゼン重ねて鍵をゲットできたのが7月の19日全ての鍵、そこから21日からアーティスト内見させたりしてどんどん作り上げて、アーティストがアーティストを呼んで最終的には70人のアーティストに集まってもらい、できた夢の世界。アーティストだったら誰もが夢見ることだと思うし、そのビル一棟全部アートで埋めてしまおうみたいな。外国ではよくはないけど、まあ、あることなんだけど、日本では今までそういうことがなかったんで、そういうものができてすごい嬉しいし、でもこの夢が終わってもまた現実として、夢が覚めたら現実に戻るんで、でもその現実の中でまたビクションが生きてきて、ビクションは実質的にはこれから始まったのかなっていう感じですね。未来、まあ未来っていうのは一番大事なのはイメージすることかなと思ってて、このビルもそうだけど、要は鍵を手に入れてから1ヶ月ちょっとだったけど、まあそのみんながイメージしてるものをこうどんどん具体化させてって、それが現実になってって、で未来が今ここにあるっていう現実だから、この先もちゃんとみんなイメージをちゃんと しっかり持って、そこからそれをどんどん現実に近づけてって、一番現実イメージが現実になるときが一番気持ちいいときだと思うし、やっぱ今回こういうことをやってみて、参加したアーティストとか見に来てくれた人とかも含めて、まあ未来が変わったと思うんだよね、来たことによって、これに参加したことによって。でその未来はいい方向だと思うし、そういう意味ではこう未来っていうのは自分たちの力で変えられるんだなっていう。で未来を変えるためにはやっぱり行動しなきゃ始まらないし、その一つの行動が自分たちの未来を左右するから、行動一つ一つ、選択とかも含めて、どっちに進むのかとかも含めて、ちゃんとしてちゃんと選べばきっと未来はいいものになると思います。未来は変えれる、自分たちでね。明日があることはいいことです。あれ飛ばされてる。